はい、おはようございます。こちら自宅の、倉庫にあったやつなんですけど、パレット台っていうやつらしいんですけど、なんかこういうのとか、あとこの牛乳とかもあって、でこのパレット台に関しては今日キリンビールさんが取りに来てくれるらしいんで、引き取ってもらって処分できるみたいですね。でなんかちょっと両方ともキリンだと思ったら、なんか朝日とキリンで、キリンの人来たら両方引き取ってもらえるのか、またこっちは朝日に連絡した方がいいのか聞いてみようと思います。でこの牛乳に関してはなんかすぐ近くの配達所なんで、ちょっと持ってこうと思います。こっちにあったこれなんですけど、これも鉄スクラップ業者もちょっとなんかやっぱり来るとしても人件費かかって2万ぐらいかかるって言われちゃったんですね。なんでなんかいい方法ないかなと思ってちょっと探してたら、 JA の人に相談したら無料でちょっとこれ引き取ってもらえることになったんで、でちょっと今日引き取りに来てくれる形です。なんでここと倉庫の隣なんですけど、これとりあえずゴミは全部ちょっと処分してって、まずきれいにしたいなと思うんで、とりあえずこれなくなって、多分絶対使うことはないんで処分する形ですね。あとここのテレビ3台あるんですね、ここに。でこれもなんかちょっとリサイクルで処分しなきゃいけないらしくて、で郵便局行ってリサイクル券発行してもらって、回収場所に持ってった方が安く済みそうなんで、この3台とも郵便局でリサイクル券発行してもらって処分するような形でやっていきたいと思います。でとりあえず納屋こんな感じで、こっちには荷物置いてんですけど、こっち側はだいぶ下の方は片付いてきたかなっていう形ですね。でこれは燃やすやつで、これ燃やすやつ、これも燃やすやつで、でこのカゴに関しては農作業で使えそうなやつなんですけど、ちょっとこれは違います。これはゴミ、使えそうかなっていうやつ。あとで肥料っていうか堆肥っていうか農薬っていうか分かんないんですけど、それももう完全に固まってて使えないんですけど、ちょっとこれも処分考えないとなっていう形です。でこれこの箱の中にはなんか鉄スクラップなんで、鉄買取業者に持ち込みすればお金になるんで持ってこうと思います。で壁も片付けて、でとりあえず、下片付けようと思ってここに荷物置いてますんで、これ燃やすやつですね。でここら辺に鉄のやつとか、なんか農薬のやつとかあったりしてますね。でここはなんかここもちょっとなんか農薬とか薬品系があって、これも処分していきます。あとこのタンクも邪魔なんで処分しちゃいます。あとここは全部袋です。堆肥袋っていうんですかね、そういうやつがあるんで、これもちょっとずつ処分していく形ですね。はい、以上です。